アルファこんにちは DJ ソーライズメロジャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、今回も始めていきたいと思います。今回はね、時系列的に言ったらもうタイムリーに撮ったものを全部上げていく3本シリーズの第3弾にしようかなと思ってます。ガチャ第4弾ですね。つぎ込んで最初にまず100連かな、100連やって、次が第2回目第4弾チャレンジした時に44連かな、多分やったと思います。で、無事ね、欲しかったはい、ビビちゃんの覚醒をゲットすることができて、まあ、そのおかげでね、前回の動画見てくれた人は分かると思うんですけど、まあ、ユーナセットはね、オーバーフロー奥義以外、まあ、全部手に入れることができました。というか、第4弾はね、オーバーフロー奥義、ユーナ以外は全部ゲットすることができました。クラウド様も、はい、ゲットすることができたので、はい。まあ、びっくりしたことに、クラウドの覚醒奥義が出なかったってことですね。まあ、もう持ってるんですけど、それがまあ、ちょっとまあ、ビビちゃんのメイスが出てくると嬉しかったんですけど、まあ、そんな感じで今回はこの強化、技習得動画にしたいと思います。で、行ってみましょうか。まあ、やるのはね、スプリングフェスタ。これでやってる、なんだろう。これですね。まだやってないのあるよな、多分。技習得のためにやってないんですよね。はい、じゃあこれから行きましょう。ユーナちゃん1回で覚えるんじゃないかな。これでやってみましょうか。ユーナはね、いっぱい武器あるんでね。はい、行ってみましょうか。技習得動画。はい、行きますよ。本当はあれなんだろう。すぐ終わっちゃうと思うんですよね。1個ずつしか持ってないやつだったら1回で終わっちゃうんで、他のやつに覚えさせてあげたいためにドリームとか回して、まあ、それのなんか余ってるやつとかで。やりたかったんですけど、まあそしたらレベル上げするようなメンバーでを入れてやってみたいと思います。ゆうなちゃんをね、全部覚えさせるまでがって感じでいきましょうかね。これ確か1回じゃ全部覚えないんですよね。でもレジマテぐらいだったら1回で覚えるんですかね。どうなんでしょうか。レベルアップのあれだとそれで覚えますよね、多分。よっしゃ、こんな感じでしょう。よっしゃ、クラウ様やっぱ1回で覚えないな。そっか、あと9600か。アザスアザス、ああ白、こんなもらえんの。あ、白欲しかったんですよ。アザス、今白回ってるんでね、僕今こっちは1個ずつなのね。 OK です。今白を集めてるんですよ、僕。そうなんです、僕今白を集めてます。なぜかっつったらこの後その動画も上げますんで、動画上げる、この動画でいきましょう。この動画でいきます。こういうレベル上げのやつでいきます。まあ、長くなるかもしれないですけどお付き合いく。あれ、待って待って、これ特大ですよね。まだ未クリア。このチケットめっちゃ余ってるんでね。うわー、やばっ。いや、ビビちゃんマジ嬉しい。144連でしたね。そう簡単にはビビちゃん渡さねえぞと。あれ、サボテンダー連チャンジャボテンダーいいっすね。景気いいっすね、これ。景気いいっすね。まあね、極大回ることはもうないんでね、決勝周りでこういうところで回収できるのはいいですね。何が欲しいんだろう。召喚は正直いらないですね。召喚は星6以外使わないんで。これでも2万、オッケー。オッケー。ホープくん、チェイン覚えました。オニオンちゃんが、あ、やべ、す、よく考えたらオニオン、ヘルメットも持ってたんだ。いけねえ。飛びすんの忘れてた。あ、白のオーブね。あ、無の、オーブね。あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。パシャンパシャンパシャン。オッケー。やべ、オニオンのヘルメ装備するの忘れてた。ちょっとメンバーチェンジ。メンバーチェンジいきます。クラウド様が今覚えましたよね。クラウド様が今覚えたんで、攻撃力とかじゃないです。入手です。クラウド様の密召自由、ついこれですね。変更しなくていいんじゃないかな。一ターン短縮、まあこんなもんでしょう。でゆうな様も覚醒奥義覚えましたよね。覚醒奥義覚えているので入手。ゆうなちゃんはまずじゃあ、あとゆうなちゃん3本あるんでね、どれがいいかな。マテリアからいきましょうか。ゆうなちゃんって中確率回復も後ろ魔法アビリティもう一回放つ。これでしょう。じゃあビビちゃんは覚えたのかな。もう覚えてない。ホープくんがまだレジマで覚えてないのか。チェインは覚えたのね。なるほどです。何がいいのかな。精神、こいつって魔法魔力の方がいいのかな。魔力装備させようか。聖の杖ゲットしといた方がいいかな。とりあえずじゃあこれでも装備させてと。とりあえずレベル上げですね、ホープくんは。でオニオンちゃんソウル豚ネギ覚えてますよね。入手です。でオニオンちゃんは戦技でしょう。奥義、覚醒奥義だけでいいのかな。武器はオニオンセットはもちろん変更しますよ。オニオンってでもこれ覚醒はこっち側に置いといた方がいいかな。そんな気がします。1回しか使えないんでね。これ重ねてなかったのか。重ねよう。重ね、そうだよ2個持ってたじゃんヘルム。ここでね習得するの早くなるんで OK です。でオニオンちゃんにヘルムを装備させると。今ってどうなんだろう。これはね使わないね。確かにこれはすごいですよ。これはすごい便利なんですよ。アビリティア黒魔法アビリティ中立がもう一個ある。それあるじゃん。こっちかな。オニオンちゃんも3回いけるね。そしたら優秀だな。オニオン入れて優秀だな。そりゃけん玉からの優秀だな。しかもオニオンもバフ系なんかいけるのかな。プロテガとか回復できるのがでかいかな。シェルガ、プロテガも使えるか。シェルガ、うわー、これオニオン超優秀じゃん。やば。とりあえずこれでいきましょうか。でビビちゃんがもう習得しちゃったのかな全部。なんでこの枠をあいつに変えよう。最近なんかゲットしたのがあったような気がする。で覚えさせてないのがあるんじゃなかったっけな。入手ありませんでしたっけね。なんかあった気がするんですよ。バンネロだ。バンネロの回復、即時回復、これが出たんだ。12か。それを覚えさせよう。これね第3弾で、実はこれ時系列的にはこっちの動画の方が多分早く上げると思うんで、どうだろう、どっちか最初ですかね。まあその辺はちょっとこれもこっちの方が先にあげましょうか。バンネロ。いや、真ん中、そしたらもうあれでしょ。クラウド様でしょ。で、ユーナとハサム、こういう感じでいきましょう。そう、バンネロちゃんがね、そう、覚醒奥義じゃなくて、超絶ね、即時回復のこれを手に入れたんですよ。こいつも、あれですね。経験値、収穫率アップ。いきます。では回りましょうかですね。もう一回さっきのあそこ回りましょうか。でとりあえずは回って今白とムこれ行きましたよね。召喚武器防具か。あ、これしょぼそうだな。まあ、一応もらいましょうか。僕の一応まあ全部マスターしたいタイプなんでいきましょう。はい、いきます。いきます、いきます。めっちゃチケット持ってんな。めっちゃチケット持ってます。じゃあ、いきますよ。はい。はい、クロウ様。オニオンちゃん、かっこいい。はい。次は誰？オニオンちゃん、回復してる。とどめはクラウド様が。2回放ってくれてる。いいよ。ジャボテンね。っていうかオニオン速いな。スピードも速いな。てかオニオンやばいな。使い勝手超いい。プロシェル回復も使えるし、黒魔いけるし、バフもいけるし、もう OK。 ホプ君がレジマテ習得。いいっすね、いいっすね、いいっすね。オッケーっす、オッケーっす、いいっすね。習得させていきます。オッケーっすよ。あざっす。バシャンバシャン。とりあえず今のセットしてオニオンも覚えるでしょ。ユーナちゃんだけがねいっぱい杖持ってるんで、もう今回はユーナのあるかな、あるかな。いきますよ。レディゴ。アルカナ欲しいですね。うわ嬉しい。でもちょっとなんだろう、ちょっとどうしよう。フレンドビビちゃんにしようかな。自分のね。うわこいつビビンをゲットしちゃってね、まあ、みんな持ってるでしょうけど、僕がちょっと苦戦したぐらいですけど。あーちょっとマルチやりたいですね。マルチでビビちゃんのでビビちゃんユーナ入れて、ユーナでうわユーナでバルガリマンダとか覚醒奥義使ってバルガリマンダ使う。うわそれやろう。当分そのセットでいこうかな。ユーナいつもティナちゃん使ってるんですけど、もうビビちゃんにしようかな。当面はビビちゃんユーナちゃんでセットでいこうかな。まあ、でもチェインが必要だったらどうしよう。チェインはいらないでしょ、覚醒奥義あれば。はい、ゆなちゃん1個覚えました。レジマテ覚えました。オニオンちゃんが、はい、レジマテ覚えました。そっか、まだ覚醒奥義は覚えてないのか。次で、クラウス様覚えますね。バシャーン。アルカナ10個、グレイ10個。これでかいな。10個もらえるのかな。まあでも決勝までにしましょう。これで一応全種類回ったのかな。回りましたよね。パーティー編成見ましょうか。クラウド様が多分次で習得して、オニオンちゃんも多分次で習得するでしょう。あと未習得なのは今マテリア覚えたでしょ。ユーナちゃん戦技覚えた。ユーナちゃん覚醒も覚えてますよね。戦技がまだ覚えてないのか。これもそうね。もう一個のレジマテ、あセーマトイか。行きましょうか。じゃあこれ強いね。これすごいな。あこれ魔力と魔力も高いんだこれ。何を覚えさせるのがいいのかな。これ確か回復系のやつですよね。大気感なしで聖魔と、あれこれ何が違うんだろう。ああこっちはゲージなしで、こっちは3回使えるやつだ。なるほどね。3回使える。ああ、なるほどね。こっちの方が優秀かなと思います。あと習得してないのって本当ユーナちゃんだけですよね。多分装備してないので。持ち物見てみようかな。入手順で見ていきましょうか。クラウドもこれ OK でしょ。ユナちゃんこれ装備してるでしょ。オニオンちゃん今習得中。あとこれだけか。この銃だけか。魔銃だけですね。これじゃまってだけですね。オニオンちゃんのも OK でしょ。ユナちゃんの覚醒も OK。今クラウド様がフレームターン装備してるんで OK。コープくんもマテリアは覚えていると。オニオンちゃんも OK です。では行きましょうか。はい。スプリングフェスタもう一回回ります。なんだろう、回るとしたら。一応全部回ってるか見るか。回ってるでしょ、さっきやったでしょ。白。OK でしょ。やってるね。力。黒。白、ここ行きましょうか。今後召喚を今ね魔法は全部持ってるんで、星6は召喚が1個もまだやってないんで、まあ、バルガリだけなんで、これからルナイフリもう召喚系もうだからユーナちゃんをどんどん使う感じになりますね。召喚で白魔法も白も使うんで、透明はこれ回っていきましょうか。黒も新しい魔法出ないですよね。連続ドレインジャーとか出ないですよね。ドレインジャーとかが出ない限り、連続クエイクと連続メテオとか、誰が出るんですかね、魔法。魔法ってもうとりあえず全属性はカバーできるんで、とりあえずいつも僕黒回ってるんですけど、当面黒回らなくていいかな。白で回りましょうか。白召喚系でいきましょうか。あと闇ですかね。今後を作りたいやつと考えて、でも四方魔法剣まだ全属性出てないから、そう考えると力も回っときたいかなっていうのはあるんですよね。とりあえずちょっと当面はこれに行きましょう。はい、倒しました。経験値すげえもらえるんでね。レベルが上がってますね。いいですね。あとはじゃあゆうなちゃんのって感じですよね。ゆうなちゃんだけだ。あと10持たせるだけだですね。とりあえず経験値はもったいないんで、ちょっとレベル上げに使おうかな。召喚でしたね。ちょっともったいないんでメンバーは変えましょう。技は習得みんなしましたよね。あとゆうなちゃんだけですね。バンネロ、まあ、ホープ、オニオンもこれで習得かな、全部。はい、オニオンちゃんもこれも全部、オニオンヘルムも全部習得ということで、クラウド様もね、全部これで入手してますもんね。入手したのは全部。はい。じゃあちょっとクラウド様を誰かメンバー変えましょうか。誰がいいかな。ヒルダにしましょうか。ヒルダもちょっと、あ、99だ。何がいいかな。レベル順にしようか。フォロムってなんか持ってるかな。あ、超絶があればな。ちょっとレギュラーになりそうなやつで入れたいっすね。準レギュラーぐらいのやつを育てたいかな。誰かいいのいるかな。調子いいのが A子かな。 A 子ですね。 A 子オニオン枠を結局回復ですよね。やっぱり大事なのは A 子はね、アニマレンズで交換超絶しようと思ってるんで、アルフィノのね覚醒とチェーン星出てますもんね。アルフィノ行きたいね。聖魔法パーティー組むとしたら誰か一人思いつかまな浮かばないんですよね。オニオンちゃん入れてもいいんですけどね。でも聖攻撃ができないか。アルフィノ育てるか、この感じでいくと。アルフィノかな。アルフィノに行きましょう。真ん中はユーナ様でしょう。はい。お、とりあえずユーナ様にね覚えさせればいいだけなんで、みんな魔力にしよう。こいつ風だけど。はい、とりあえずね、うん、バンネロ交差精神か、まあいいでしょう。精神全員精神。はい、エコちゃん、あとレジェマテだな変えるのは。アルフィーノ経験値のやつありますよね。経験値これか、低確率か、まあいいでしょう。アルフィーノは OK です。いきましょう、周回です。一気にホープが強くなったな、希望が見えてきましたね。うん、去年かな一昨年かなのかなんかのカウントダウンかなんかかな、なんかでホープのやつのバーストが2個一気に出たのあったんですよね。あれ結構なんかミラクルかなと思ったんですけど、はいはい、いいですよ。とりあえずこれでまずゆうなちゃんを全部覚えさせてですね、まあ、最後の1個になったらやんなくていいかな。普通に結晶周り毎日するんで、それで覚えさせようかな。アニマレンズじゃないや、マリアレベル上げながらって感じでいこうかな。これで覚えますもんね。ちょっとこれはいっぱいゲットできるんでね。はい、とりあえずこれで習得しましたね。2万1回で覚えるのかな、下手したら。まあいいでしょう、アニマレンズ巡りはする、マリアレベル回収するから、スタミナも溜まってるから、まあ、あとツイッターのね、それがあるから、それもこのままいっちゃいましょうか。とりあえずこれでパーティー、まあ覚えたでしょ。まあ、レベルアップパーティーとしてこれはやっぱセットしとこう。あ、ユーナ外す。パーティーセット保存。あ、セイラ入れとこう。じゃあセイラちゃんはね、ワンダーで交換するようなんですよ。はい。パーティーセット。レベルアップパーティー上書き。OK。あとドリーム全部回収するんで、それのまああれがあるんでね、呼び出す。マリア周りはビビちゃん、ユーナ、ロクサス、これでいきましょうか。でこれは入手順、あとはこれですね、マテリアですね。あ、マテリアじゃない、あぶね、こっちか、あれこっちじゃない、なんだっけ、あ、1010、ピラってこれなんだっけ、回復量アップか、召喚にしましょうか。そう考えるとアビリティパルガリね、バフがなくなるな。エースがかけるでしょ、こんな感じですよね。でもどうなんだろう、ビビちゃんに炎パーティー超強くなったな。試し切りして覚醒奥義を持たせてないぞ。あれ習得してないのかな、まだビビちゃん。あれ習得してなかった、アホだ。習得したと勘違いしてた、習得したと勘違いしてました僕。こんな感じでしょうか。危ねえ、こういうので売っちゃったりすると1回あるんですよね。おまけでゲットした時に売っちゃ合成に使っちゃって、なんか捨てちゃったみたいな。習得しちゃんとしてるかな、未習得で見よう。必殺技未習得ビビちゃんでしょ。ね、これ何いらない、預けようかな。誰が装備してるのこれ。こんなのよく装備してるな。外して紛らわしいから格納しとこう。未習得でしょ。優なのが出てこない。あれ、あ、もうレジまでだからだ。未習得。なるほどね。今一瞬焦りましたね。マテリア。レジェンドマテリアどこだ？あれ？項目なかったっけ。あ、こっちか。マテリアの未習得優先。ユーナだけですよね。ユーナと、はい、 OK です。防具も未習得はないですね。 OK、 これは本当に最後ですね。 OK です。じゃあこれ回りましょうか。パワーアップダンジョン2回回れるな。白とりあえず回ってみましょうか。こんな感じですね。ゆうなちゃんも、これであれですもんね。覚醒装備してないじゃん。ゲージなしですよね。覚醒をこれに変えると。こんな感じでどうでしょう。 OK です。レディゴー。いや、嬉しい。これで安心した。今一瞬ビビちゃんが覚醒奥義をまだ習得してないっていうオートボケぶりを見せてしまいましたね。いきますよ、回ってきます。これでも2000ぐらいしかもらえないんですよね。強っ、ソラちゃん。アニマレンズな。まあちょっと星5魔石の正メンバーの新たなレギュラーになったロクサスちゃんも一応こう鍛えてるところですね。まあ、ソラちゃんはね、属性が結構使えるので魔石で結構役に立つんですよね。魔法剣使えるんで、まあ、ティナちゃんはもう大好きなんで、もうビビちゃんはこれからもかなり期待できますよ。ユーナちゃんもほぼメインヒーラーにしていこうかな。いいですね。2000ぐらいですよね、もらえんの。確か1000ぐらいでしたね。ってことはユーナのやつ回るのに28000あるから、1回2000でしょ。10回ぐらい回んなきゃ。まあ、アニマレンズ回りながら回収しましょうか。とりあえずビビちゃんのこの習得したら終了にしようかな。この周回はちょうどこれでスタミナもね、あと100残ってるけど、まあそんな感じでこれぐらいでいいでしょう。まあこれであとなんだろう、Twitter のやつもやったらもうプラス200でしょ。結構回れるな。まあ感じでゆうなちゃんはちびちび回収していこうかな。ちょっとあっちの方はね、ドリーム山吹の何でしたっけ、何とかみたいな、あっちはちょっと新しくドリームとか回した闇ガチャ用でね、いっぱい多分集まると思うんで、かぶりなかったらそれの時用で取っときたいかな。でほとぼりガチャのほとぼり冷めたら普通に結晶回りとして使おうかな。レベルアップ兼ねてであとも思ってます。まあ、今回はその技習得動画ってことでビビちゃんまでにしておきましょう。いうのはねもうずっとこれからメンバーに入れとくんで必然的に覚えるでしょう。いいですね。これでまあとりあえず決勝稼ぎつつ OK です。まあ、ゆうなちゃんちょうどいるんで、あ、ビビちゃんが覚えました。ビビちゃんはあと持ってないのはあれだけですね。超絶、一番新しい超絶ドタバタマジックだけです。まあ、次のフェスにはもう回収できるでしょう。はい。OK です。実はちょっとやりたいのあるんで、それもやろうかな。どうしよう、まあ、今回これで終了にしましょう。ちょっとパーティーの保存してそれで終わりにしようかな。それともっと長めにいきますか。魔力高い炎強化、ロットっすよね、やっぱこれだ。すげえ、ビビちゃん超強い。814か魔力。魔力だったらビビちゃんが一番強くなるのかな。どうなんだろう。ティナは HP も高いからな。ちょっとさっきゲットしたレコードダイブちょっとやってみましょうか。ホープくんね、ちょっとホープくんちょっとご褒美あげようかな。ホープくんこれからチェインメンバー頑張ってもらうんで。あ、いってるね。心使うのかな。血というか血も使うのかな。うわ、成功キャビリティ中核撃滅で放つな。ホープくんちょっとご褒美あげよう。血は使っちゃいますけど。そっか、血はな、やっぱ慢性的に使うな。血と心が使うんですよ僕。母への思い。魔力上がるのも、魔力が上がるっていうのもでかいな。魔法も使えますもんね。オープくんうわー、結構すごい強化できたんじゃないですか。まあビビちゃん、オニオンちゃん、ユーナちゃん狙いだったものの、ホープくんとクラウド様も強化できたんで、結果的には結構ガチャ回しましたけど、いい結果になったんじゃないでしょうかね。そう思ってます。全部いけたな。あと誰だ、強化してあげたいのは。セラって、あ、でもセラは全くやってない感じだ。心とですよね。セラもチェイン持ちなんですよ。姉さんは、姉さんも覚醒奥義来たらご褒美あげようかな。バニラはどうだ。バニラやってあるね。サーティスもやってあるよね。ホープくんも OK でしょ。誰かご褒美あげたいやついたかな。オベリアちゃんかな。オベリアちゃんは全部やってあるか。聖魔法で考えたらオベリア、タマちゃん、タマちゃんかな。タマ行こうか。やってあった。見越してたのかな。もう聖魔法で考えたらタマ、タマ、ホープ、タマ、ホープ、ユーナ、オベリアちゃん確定ですね。あとユーナ入れても、あ、ウララ入れてもいいぐらいだなって感じかな。それ組んでやめにしましょうか。忘れないうちにそれ組んでやめようかな。聖魔法パーティー、聖魔法なんて組んだことないからな。それを呼び出していって、ゆうなちゃんかな。レイズ10のゆうなちゃん、チェイン役に12の13かホップくん、チェイン役はホップくん、あと聖魔法でタクティス、オベリアちゃん。さっきあと誰入れるっつったっけな。あ、タマちゃんだ。アルバね、いいんですけどね。あ、ヘイストプロシェル全部いけるんで1回で開幕でいってもいいぐらいだな。こいつそれ以外することがなくなっちゃうんだよな。状態異常か。状態異常だよね。結構闇系は絶対状態異常やってくるやつが多いからな。リジネガでも、リジネガは2つもいらないか。そう考えるとアルマちゃんでいっか。ジョブじゃない外伝、タマちゃんにしよう。忘れちゃうんで、こんな感じでとりあえずセットこれだけして保存して終わるかな。聖魔法パーティー上書きします。はい、そんな感じで、今回は今回の第4弾フェスの技習得動画、ゆうなちゃんはねまだ完璧に覚えてないんですけど、それで聖パーティーがね強くなったっていうのがあるんで、それに合わせてキャラクターだけセットして終了ってことにしました。DJ ソライズ、今回メロジャム TV 今回これで終了です。よかったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。ありがとうございました。